こんにちは、しばちですということで、今日はですね、今回はこれですね、トランサーフィン第4巻ちょっとこの中からご紹介します。ご紹介というか、まあ話します。これはですね、これトランサーフィンというのは、これ日本でいうとこれ第4巻が一番最終巻なんですけど、本国ロシアではですね、なんか結構この先があるらしいんですよ、第4巻の先が。でその第4巻の先が自分としては気になるんですけど、まあ、ロシア語もわからないし、なんかホームページとか も探せばあるんでしょうけど、わからないのでここで止まってるんですけど、日本ではもうこの本は出版されてません。絶版です。はい。なので幻の本ということになって、まあ古本屋では手に入るし、いろんなね、ネットのこの古い本のところでは手に入りますので、値段は高くなりましたけど、私買った時と比べたら、私は全部新品でその場で買ったんでいいですけど、まあそんな感じですね。でこの中の原理を一言で言うとこういうことなんですよ。二元郷、この世の中は二元郷であると、ね、二元郷、二つの元、鏡、これはですね、何が言いたいかというと、結局二元郷というのはまあいろいろあるんですけど、今私たちが見ている現実の世界、まあ、動画を今この見てる人がいたら動画の世界、そこのですね 0.0000 ってとんでもないゼロがもうものすごく続いて、そしてその後で1がやっと来るような、そんな少し前の世界っていうのはあるんですよね。その前の世界がこの今見えている物質の世界を形作っているということなんで、結局この今のこの物質の世界を入れ替えようとすると、それは不可能、それはできないことになりますね。この物質の世界を入れ替えるのはできません。まあ物理的に何かやればできますよ。例えばまあなんていうかな、お店に行ってラーメン屋さんに行ってラーメン食べたいなと、そしたら自分が働いて稼いだ金を手に入れて、それをある程度貯蓄して、そのお金を持ってある週末ラーメンを食べに行くと、それはできます。これは物理的な部分ですよね。ただしそういうことはできるんですけど、例えばずーっと昔の初恋の人と出会って、もう一回再会して巡り会って、そして相思相愛を確認して結婚したいなーと私が思ったところで、それはどうでしょうかね。もうか相手は結婚してるかもしれないし、もう命がないのかもしれないし、分からない部分ありますよね。まあ、仮に100歩譲って相手が独身だったとしても、まあ難しい部分はだいぶあると思うんですけど、そういう、例えばまあもっと大きなもの、例えば宝くじ、年末ジャンボ、何でも億円当たったというのはこっちでもいいですよ。そういうでかくなってくるとですね、もうそんな簡単な努力ではね、とてもいけないわけですよ。でも、それを実現するということ、まあそれに近いことっていうか、かなり大きなことでもこのトランサーフィンは実現できるんですけど、それと実現するためにはどうしたらいいかということは、鏡に映った世界、つまり今の現実世界、寝て起きたらあなたが味わう世界、その世界、その世界を何かいじくろうとしないっていうことなんですよ。例えば自分が鏡に映ってて、自分がひげを剃ってるとすると、自分のひげを剃りたい場合に、鏡の自分のほっぺたにシェービングクリームを塗りますかって、シューッと自分に塗りますよね。つまりこの世の中のことを力ずくで何かやろうと思ってる人っていうのは、鏡に向かってシェービングクリーム塗ってる、鏡に向かってヘアスプレーやってるっていう感じになるわけですよ。これはですね、1万年経っても実現しません、なことをやってる限りは。そんなことより、ふっと我が身を振り返って自分自身にヘアスプレーをかければですね、私のこの少ないというか、この豊富なこの頭髪ね、豊富な頭髪がさっと整えられるという、そういうことですよ。
なのでその発想の転換をしなさいよと。エネルギーの注ぐ場所が違っていると、普通の人間は。だから願望がいつまでたっても実現しないんだよということがこの本には書いてあります。はいね、うん。まあ、今日はですね、皆さん二元鏡ということを覚えてください、ねね、鏡の中の世界、ね、それを作り変えることによって、そこに働きかけることによって、あら不思議、現実が変わってしまうということです。で、私はトランサービンの体験例として、まあ、以前にもお話ししましたけど、初恋の人ともう一度出会いたいってことがあったんですよ。初恋の人と私はちょっとこう結婚できなかったっていうことがあって、ものすごい自分の中でトラウマにそれが残っていて、で今でも顔を思い出すんですけど、まあ、今はね、出会ったらもう向こうも60還暦近いおばちゃんなんで、出会わない方がいいと思って私も出会わないんですけど、結局のところなんていうかな、やっぱりで、まあそんなことですよ。はい、そんなこんなでまた次回お会いしましょうね。